Josh. Forza. Matteo, schiala.島のインストラクターの鈴木仁です。今回ですね、今流行りの、木肌キャスティングゲームの、狙い方、タックルと、ルアーを混ぜて、紹介していきたいと思います。木肌のですね、具体的な、攻略法の話をする前にまずは、ルアー操作ですね。大きく分けて4つあると思います。まずはダイビングアクションですね。それとあとショートアクション、それにステイアクション、最後にフォールアクション、それぞれにねやっぱりこう狙い方、その木肌の出方を見ながら変えていくんですけど、そのルアーをですね、ベイトサイズ、あとはその時のこう木肌の出方、そういったものに合わせながらこうどんどんねルアーのタイプを変えながら狙い方を変えていくっていうのが必要かと思います。まずですね、ダイビングアクション、ごく一般的な、パターンとして、使う、最も多分使うパターンだと思います。ペンシル、特に多いのはやっぱりペンシルベイトですね。トップウォータープラグをキャスティングして、要するにロッドの操作と、ラインスラック、あとリーディングのスピードで水面から水の中にペンシル入れ込んで水面に泡とね、この波動ですね、ギラギラってあと光も出して、木肌を誘うパターンです。連続的に結構速い動きである場合と、あとは少しゆっくりめにある場合と、いろいろなねそのダイビングアクションがあるんですけど、基本は遠投しながら水面に浮いたルアーを確認しつつ潜らせて水面の中で暴れさせてまた浮かせると、だから一連の動作が必要ですね、このダイビングアクションは。水面でこの泡を出すようなイメージですね。この泡を出すっていうのは、ラインのスラックを少し作らないといけないんですよね。張りっぱなしだとルアーが潜ってしまうんで、ラインを張りすぎずに多少こう送って緩めてルアーを浮かせると、水面に1回でルアーの鼻面が浮いた時にロッドでしゃくるような感じで、その時に一緒にリールも巻いてあげると、水の中にねその空気を含んでこのバシャバシャっていうね泡が、この泡も結構肝なんですよね。泡を見てね結構木肌が飛び出してくるんでね、この強弱次第ではこの泡を大きくしたり小さくしたり、ルアーを水中に潜らしたり水面の上で暴れさせたり、いろんなことができるんでね、そのアピール度はなるべくねこの泡が大きくバシャバシャやってる時はハイアピールで、小さく泡が出る時にはアピール度が小さいと。必ずルアーをね、自分のルアーを見て、あのルアーが水面の上にポンと上がる瞬間があるんで、その上がった瞬間にロッドのねこのしゃくりとリーディングスピードで水中に引き込んであげるときに、ルアーが 水から出た瞬間空気を絡んで泡が出ると。だからもう適当にやればやるほどやっぱり潜るだけなんで、水面の下に潜ってこう要するに泡が噛まないんですよね。だ一連の流れの動作の中で、風が強いとか潮が速いとかね、いろいろあるんで、そのしゃくるストロークの長さ、スピード、その辺をねその日その日でちょっとコントロールしなきゃいけないんですよね。通常の誘い出しだったらこのぐらいのスピードでいいと思うんですよ、このダイビングアクションは。続いてショートアクションなんですけど、そのロングのアクションで結構食わない、もしくはナブラ打ちなどのようにピンポイントで結構狙う場合、あとは魚のレンジが深いとかでなかなか水面まで出てこない時に使うのがショートアクションなんですけど、要はあの移動距離をかなり短く取るルアーの、要するにアクションですね、なるべく一箇所でこう見せるような感じでゆっくりこのヒラを打たせて見せる、これはペンシルでもできるし、ポッパーでもできます。要はその一箇所でなるべくこう目立たせて、魚がこう食いつく、要するにナブラ打ちの場合なんかは餌を食うタイミングで上に出てくる時が結構多いんで、その時に移動させてしまうとやっぱりルアーにこうバイトしにくい、だからなるべくここにね小魚がいますよっていうのをこう分からせるようにゆっくりとしたアクションで、目の前でこうなるべく止めて下から木肌が出てくるのを待つっていう、
水深が深い時にいる時なんかも結構有効な手段で、やっぱりある程度こう見てて急にその、ね、スイッチ入ってドーンと出てくる場合があるんで、意外とこの、ね、ゆっくりショートのアクションで見せるっていうのも結構、ね、効果的なアクションだと思います。ショートアクション、まあ、できる限りね、あんまりそのこう移動距離を多く取らずに、まあ、ロッドワークですね、どちらかといったらロッドで軽く弾くようなラインをね、少し張ったり緩めたりで、ショートの中にもちょっとルアーをねブリブリ動かした方がいい場合にはリールも一緒に少し回すと、リーリングプラス、ロッドの、まあ、軽いトゥイッチみたいな感じですね。これは特にナブラ打ちとか、あとはこう単発で跳ねてその周りにルアーをとどめておいてね、アピールしたいときに使います。ダイビングアクションでね、こうバンバン引いてしまうと、要はあのだんだん船の方にルアーが戻ってきてしまうんで、やっぱりナブラ打ちだったりね、その場所で何かがこう起こってる、要するにキハダが跳ねてる、ベイトが逃げてる、そこでね鳥が固まってるっていう状況で、なるべくその水面でこうアピールしながら見せつける感じで、ゆっくりゆっくりルアーを平打たせてね、移動距離をなるべく短く短くですね、ショートで動かすことがいい時も結構ありますよこれはね。続いてステイアクションなんですが、あの基本的にはまあよくほっとけと言われる、キャスティングした後にそのまま浮かべとく、なぜ浮かべとくかというと、結構キハダってね、やっぱりこうベイトを追い詰めてって意外と弾いて、ベイトを弾き飛ばして浮いてるものを食う、もしくはそのナブラの中でも弱ったものを、こう漂ってるものをやっぱり拾い食いするっていうのが結構多いパターンなんで、下手に動かしすぎてこう息のいいベイトを演出するよりはやっぱり止めといて、見せる。特にね、やっぱりこういう光の出るもの、やっぱりこうギラギラギラってするものはより目立つんで、特に波があるときですね、少し海面に波があるときなんか、波の揺れだけでも十分この動いているように、要するに瀕死のベイトを演出してくれるんで、キハダに対してねバイトチャンスが非常に多くなると思います。やっぱりこう動かしすぎるとやっぱり食わないというときも結構ねキハダの場合多いんで、このステイアクションが結構ね肝になるときもありますね。まあステイの場合は基本大体ナブラ打ち声ですね、ナブラの近くに、できるだけナブラの中もしくは、ま、周辺ですね、キャストしたらあまり動かさない、この結構泡っていうのも重要なんですね。着水した時の泡は、その泡の中にルアーが入ってると、そこに結構キハダがバイトしてくるんでね、これで食わなければ軽くワンアクション加えてショートですね、これもね、ショートで誘ってあげて浮かべとくと、秒数で言ったらまあ3秒から、長い時で5秒ぐらいは止めとくと思います。初めはねこんなので食うのかと思うんですけど、やっぱりマグロってこう餌を追い詰めてって水面でこう捕食していくんで、動き回ってるよりルアーよりも結構止まってるルアーのが食う場合が結構多いですよ。特にナブラ打ちの場合です、ほんとね、止めとくだけでやっぱりそのルアーがキラ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 アピールしてくれるんでね、その光によって下からキハダがドカンと見つけたら出てくると、そんなパターンがこのステイですね。続いてフォールアクションなんですけど、基本やっぱりシンキングタイプがメインになりますね。まあベイトボール、要はあのナブラになってる、その鳥山の周辺とか、要はキハダマグロがこう跳ねてベイトを追って固まっているような状況ですね。そんな時にやっぱりただ水面までこうなかなかキハダマグロが出てこない時っていうのは、やっぱり水面直下もしくは水面の下でベイトを捕食していることが多いんで、そういった時はやっぱりシンキングが結構ね有効になってきます。でアクション的にはもう完全にね、フリーフォールド落としてもこのひら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 落ちていくんで、この大体落ちていく途中にもうバイトすることがほとんど多いと思います。そのバイトがもし、一発目で得られなかったら、まあちょっとねルアーを上げてみて、もう一回この落としてポールで食わせることがメインになってくるんで、上げよりはやっぱりこの落とすタイミングを何回か作って、でそのナブラの周りを何回かこう要するに弱ったベイトを演出して、もしそれで食わない場合はもう一回ねゆっくり巻きながら、そのベイトが弱ったベイトがまたこう水面に浮いて逃げてくるのを演出してあげると、その時にも結構バイトは出てきます。まあいろんな使い方ができるのがね結構シンキングなんですけど、やっぱりベイトが小さくてね、大きなルアーだと食わないとか、小さなルアーだといいんだけどフローティングだと飛ばないとか、
そんな時やっぱりシンキングで、やっぱり思いっきり遠投してやっぱりそのナブラの周りを狙うことがまあ非常にね効果的だと思います。イワシ団子とか鳥がかなり固まってナブラになってる場合だと、ナブラの真ん中にルアーをキャストしてもらうと非常にねルアーが見えないんで、できる限りナブラの両サイドですね、それでまあフリーフォールで、もしくはナブラが移動している場合だったらラインテンションを張りながらカーブホールで、糸を張りながらカーブホールで泳がせながらフォールさせると、そういうのも結構有効になってきますね。ラインをね張るか緩めるかでだいぶそのルアーのアクションも変わってくるんで、イワシ団子とかねそのベイトボールができてその周りだけを狙うんだったらもう結構普通にねカーブホールじゃなくてまあフリーホールで、まあベールをねこう開けたままっていうのはベールはもう戻した状態でいいと思います。いきなりこれでジーってくるとまあ大体キハダの可能性は高いと。カツオも結構来ますけどね、とにかくベイトボールの周りをいかにその細かく攻めるかっていうのがこのシンキングの、特にフォールのアクションのパターンになります。4つの基本操作をお伝えしましたが、では、どういう時にどういうルアーを使えばいいのか、具体的な攻略法を解説していきたいと思います。キハダを狙うパターンとしては、まずは一つ誘い出し、そういうね誘い出しのゲームのパターンと、もう一つがナブラ打ちですね。大体大きく分けるとこの2つのパターンがメインになってくると思います。ただそれぞれに、その中でも細かい誘い出し、同じく、細かいナブラ打ちのパターンがいろいろありますんで、まあルアーをね、こう交えながら、それぞれに解説していきたいと思ってます。自分がまあ主にベースでねこう誘い出しで狙うパターンなんですけど、まずはやっぱりちょっと大きなルアーですね。これは別注ヒラマサの 220F フラッシュブーストなんですけど、基本は誘い出しの場合は大きなルアー、まあダイビングペンシル、それとまあバブルディップ 220F フラッシュブースト、まあ大きなサイズで、まず遠投すると、広い範囲を広範囲に探って、まあキハダの群れを捉えたいということで大きなルアーでアピールをして、まず狙うことが基本になってきます。その中でもですね、別注ヒラマサ 220F フラッシュブーストですね、ダイビングペンシルで、なおかつこのフラッシュブースト、キラキラがねやっぱりこのどうしてもこのアピール概要ってやっぱりできるだけねアクションとこの光っていうのがやっぱりこう魚に対してアピールになるんで、そのアピールが大きいルアーをなるべく使う、それと同時に飛距離が出るタイプ、やっぱり飛ばないよりは飛んで、飛距離を出して、いかに広範囲をアピールするかが、肝になってくるんで、まあできるだけ大きなルアーですね、220、240、そういったサイズで、遠投しながら広範囲を探る。大きいルアーでもやっぱりね反応はするけど食わない時、見切られる時は結構ねキハダの場合あるんですよ。なぜかというと結構ねベイトが日によって様々なんですね。大きなトビウオを捕食している場合もあれば、小さなイワシだったり、もっとちっちゃなイカだったりトビウオだったりね、いろんなものをやっぱ捕食している場合があるんで、まあ、それぞれにねやっぱりこうルアーのバランスっていうのをやっぱ考えながら、サイズをいろいろ変えていきます。まあ少しずつねやっぱり飛距離は出なくなってくるんですけど、やっぱりベイトサイズが小さい時にはより、合わせていくようなイメージで、これは別注ヒラマサの 190F ですね、19センチフローティングです。飛距離も出るしアクションも非常にいいルアーなんですけど、やっぱりさらにもっとベイトが小さいっていう時も多々あります。そんな時には、やっぱりまあ別注ヒラマサはね 160F フラッシュブースト、まあ小さいながらもねこれもアピール力のある、ルアーですね。特に小さなトビウオを捕食してるとか、そんな時にはこういうねこのぐらいのサイズ、16センチサイズが多分一番食いがいい時もあると思います。それにイワシとかね、ほんと小さなベイトを捕食してる時があるんで、これは別注ヒラマサの 160F です。それと下が、同じく別注ヒラマサの、145F、まあ、大体キハダのタックルで、投げられる、まあミニマムというかね一番小さい方の部類だと思います。まあ、主にカタクチイワシが、まあ、メインベイトの時にその、まあ、使うことが非常に多いです。
まあ、誘い出しでね、やっぱり最低限のアピールっていうのも必要になってくるんで、まあ、飛距離とバランスを考えると、まあ、大体ペンシルベイトはこのぐらいのサイズまでになるんじゃないかと思います。レンジがね、誘い出してもちょっと深い場合があるんですね。キハダマグロのレンジが深い、表層よりもちょっとやっぱり深い位置にいて、このルアーを見つけてから出てくるような時にはやっぱりこのポッパータイプ、これはバブルディップの 220F フラッシュブーストなんですけど、水面で泡をガバッと噛んでストップして、でこうキラキラ誘い続けて、またガバッといって止まって誘い続けるっていうタイプですね。より深いところにいるキハダでも、その泡を非常にこう見やすいと、下から見せて見えるっていうところですね。ペンシルよりも速い動きじゃなくて、ペンシルよりもちょっとゆっくりめの動きで泡と光で、誘うタイプになります。これもやっぱりもう誘い出しの場合は基本遠投して、もうストローク長くして泡をかませればいいと思うんですけど、やっぱりこのね大きさで、出ない時もあるんですよ。結構その辺はシビアなんで、その時はバブルディップ 180F ですね。やっぱりこのサイズ感が違うことによって、キハダの反応が一気に変わってくるんで、やっぱりねその辺はこうシビアに捉えて、反応はするけどなかなか乗らないっていう場合にはやっぱりルアーサイズを下げた方が、やっぱりこのバイトがねより出るようになると思います。これも同じようにね、遠投して誘い出しで、ロングで引いてあの泡を長くまとわせる場合と、ショートで、本当にこう一箇所ねこうちょこちょこやりながらあの誘う場合と、いろんな使い方があります。それとあとまあメインベースの中で結構これもよく使うんですけど、ヘッドディップ、175F フラッシュブーストですね。これもね 17.5 のサイズの割に重量があるんですよね。で中重心移動入ってるんで飛距離はもう抜群に出ます。それとやっぱり水絡みが非常にいいんで、風が吹いてる時なんかでもやっぱり十分飛距離も出てくれるし、着水した後の、この浮き姿勢でルアーがこう流れてくのを防いだりとか、あとアピールですね。結構これも水面で泡を立ててこう暴れてくれるんで、小さい割にハイアピールのルアーです。で意外とやっぱりもうタックルも選ばないんで、飛距離もとにかく出てくれるんで、まあこれは結構ね、ベースで使うことが非常に多いです。それと、やっぱりこれも同じヘッドディップ、140F フラッシュブーストなんですけど、14センチのサイズの割にとにかくフックがでかいです。なぜ大きいかというと、小さなルアーで飛距離が出るんですけど、より大きなキハダが出た時にフックサイズが大きい方がやっぱりこうホールド性がいいですから、やっぱりバラしにくさにつながると、安心して、結構太めの道具でも勝負ができるっていうところで、この 140F を結構使うこと思います。まあ、特にイワシパターンとかトビウオ小飛びパターンとかで結構水面にアピールが必要な場合、これもかなり水面でね泡を立ててアピールするんで、遠投してこれも誘い出しでやると意外とね小さなベイト食ってる時にはかなり有効なルアーだと思います。より深いレンジですね、20m から 50m ぐらいにこうキハダの反応が出ててもなかなか出てこないような場合には、やっぱりハイアピールでね、ポッパーの中でもやっぱりこうポップ音がねゴバッとすごい音が出るやつがやっぱり効くんですよね。これはスポーターの 150F ですけど、それと、120っていうサイズがあります。これもやっぱりベイトのサイズとか、あとポップ音のやっぱり音の大きさが違うんで、より大きな音で深いところから誘い出す時にやっぱり大きな150の方で、より、水深がね、水深というかそのレンジが少し浅くてなおかつやっぱり出てきにくい時にはやっぱりスポーター 120F とか、まあ、ルアーのサイズっていうよりも、まあ、ベイトのサイズだと、まあ、キハダのそのレンジですよね。その辺を見ながら、変えていただければいいのかなと思います。よりベイトが大型で、結構ね、シイラだったり、ダツだったりね、結構長くて大きなベイトの時もあるんですよね。そんな時の、誘い出しの中でもやっぱりこうルアーが一番大きい 240F、ワイルドレスポンスの 240F っていうルアーなんですけど、やっぱりかなり遠投が効いて、しかもねこれかなり薄いんですね。これ平べったいっていうんですかね。でこの幅があるんで、要は誘った時に結構平打ちながら来てくれる、要するに誘ってくれる、ルアーなんで、別注平政とかの丸みのあるルアーよりもこの平打ちが強いルアーなんで、アピール力もあるし、
なおかつねやっぱりまあ一番、まあ、自分がよく釣った中でやっぱりサンマパターンとかやっぱりそのやっぱりベイトに似せたこのシルエット長さっていうのがやっぱり、非常に効いてくるんで、まあ、あの誘い出しの中でもやっぱり遠投できて、なおかつ平打ちアクションで誘うということで、ワイルドレスポンスっていうのを 240F も、よく使うルアーですね。それと、もう一つ、まあ、ロケットダイブ、187F ですね、これはねやっぱりこのアクションがちょっと違うんですよ。他とねあのかなりね水中に入る時のそのこの、S 字をちょっと書くようなねアクションとプラスあの細かい泡ですね。大きな泡じゃなくて小さな泡が結構バシャッと出るんで、要するにハイアピールじゃないけど、ちょっとやっぱり弱めのアピールしながらただアクションで結構魚にこう見せるっていうことが非常にしやすいルアーなんで、これはねやっぱり遠投しながら結構早めのテンポで、水面をねこう滑らすような感じで引いてくるときに、このルアーもよく使います。続いてナブラ打ちなんですけど、これもですね、ナブラといってもいろんなナブラがあります。あの本当にトリガーついて一箇所でこう要するにキハダが跳ねる、まあ、俗に言うベイトボールができる水面の中にイワシのイワシボールって言ってねこうイワシ団子みたいなこう、まあ、パターンと、あとはそうですねそれがまあイワシだったり、まあ、例えばサバだったり、まあ、とにかくいろんなベイトでその要するにこのベイトボールができて、上からは鳥下からはキハダマグロが出るパターンがまあ一番ナブラと言われる中ではまあ分かりやすいのかなと思います。まあ、そういった時には、基本はやっぱりその、まあ、ベイトサイズに合わせるような、ルアーのサイズで、そのベイトの周りその跳ねてる周りですね、投げるんですけど、まあ、一番最初に覚えてもらいたいのはナブラの中でもナブラの真ん中に投げるんじゃなくてナブラの両サイドに投げると、なぜかというとねやっぱり、ま、ナブラの真ん中っていうのはベイトが多すぎてルアーが見えないんですよ。だから両サイドに落とせばあのやっぱりキハダが下から見てルアーを発見しやすいんでそういったところにうまくルアーをキャスティングしていただきたいと。それで、まあ大体イワシの場合だと大体まあ10センチから大きくて20センチぐらいのベイトですよね、メインが大体12、3センチぐらい多いと思うんですけど全く同じサイズにする必要はないと思います。ベイトが多い中でもちょっと大きいものの方がやっぱり目立つんで、キハダにアピールしてくれますから、まあ、自分がねよくそのナブラ打ちの中でイワシとかの中で使うのはやっぱりヘッドディップのこの 175F フラッシュブースト。これはやっぱり水面にまずこう飛距離がまず出るっていうのが、要するにナブラに近づくとやっぱり船がねナブラに近づくとナブラも沈みやすいっていうんで、まあやっぱり遠くでも遠投できてなおかつナブラの周りにルアーをキャスティングした時にこれはね結構水面でこう保持力って言うんですね、このナブラの周りでずっとこう要するにラインが引っ張られてもこうルアーが自走 しにくいんで、非常に使うことが多いです。それとやっぱりまあ同じくヘッドディップの 140F ですね、フラッシュブースト。これもやっぱり飛距離が出て着水と同時に結構ラインが流されてもそのナブラから離れにくい、やっぱり水面をこう水面からねうまくこう水が見は強いルアーなんで非常にナブラの周りでずっとこうステイさせたり、ショートアクションでそのナブラの周りを狙うっていう時に非常に、使いやすいルアーです。まあベイトが大きいとかもしくは風が強い時、太いラインでやりたい時には175の方がいいし、風があんまりないとか、例えばキハダの群れがそんなに大きくない、もしくはクイーンが渋ってるって場合にはやっぱりより小さな方で、やっていただければまあいいのかなと思います。それとまあこれもよく使いますね、やっぱりまあ別注ヒラマサ 160F フラッシュブースト、それとあとは下の方が別注ヒラマサの160、これもやっぱりまあベイトが小さい時ですよね。まあカタクチイワシ、マイワシ、コサバ、ベイトボールができてやっぱりそのベイトの周りでなるべくこうステイさせて、でステイさせてからワンアクションでショートアクションでステイさせて、そのマグロがね、キハダマグロが出てくるまでの間にずっと見せといて食わせるときに使うのが結構 160F ですね。まあ、大体ね、P も大体まあ5号ぐらいまで、4号から5号ぐらいを使うときが多いですけど、まあその鳥山がついて、ナブラを狙うときには結構このルアーもよく使います。まあ、あとはフローティングタイプですね、フローティングのポッパータイプ、これも使えますね。やっぱり遠投するのは もちろんなんですけど、やっぱりこの泡を噛んで要するにそこで一箇所で何回もねこう細かくアクションできるんで、
ナブラの周りを何回もこう見せながら、要はあの次のバイトを待つときにこういうポッパーっていうのは非常に使いやすいですね。バブルディップ 220F フラッシュブースト、まあ、バブルディップ 180F も、よく使います。それと、まあ、あとは、まあ、スポーター120、これもね、大きなアクションというのもやっぱり止めといてステイさせながら軽くアクションさせてやっぱり泡をかませてやっぱり止めとくような感じですね。ナブラの周りからいかに動かさないかっていうのが重要になってくるんで、本当にショートでアクションをしてもやっぱりそのキラキラ動いたり泡を噛んで、木肌のバイトを待てるものの方が扱いやすいと思います。それと、これは今紹介したのはトップウォーターなんですけど、やっぱりそのベイトボールができる、ただその水面まで木肌がなかなか活性が上がらずに出てこないっていう場合が結構ね、それもあるんですよ。やっぱり水面の上に出てくるときはまだ活性が多少あるんですけど、水面下でしか餌を捕食してないような場合っていうのはやっぱりメインはシンキングタイプになります。これがね、シンキングがあるかないかで大きな釣果に差が出てくるんですけど、まあメインで使うのが、まあ大体この2種ですかね。上の方が、サーディンボール 130S のフラッシュブースト、それと下がですね、サーディンボールの 150S のフラッシュブーストです。サイズ感は13センチと15センチなんですけど、13センチの方がね77グラムでちょっと重ためになってます。その分やっぱり小さいながらも飛距離が出て、よりフォール中のこのひらひら感ですね、まあベイトボールのかなり下まで沈めるというよりはベイトボールのちょっと下ぐらいに行くかなぐらいの感じなんで、まあ、大体やっぱりまあカウントダウン5秒ぐらい、沈めて、食わなければ少し上げてもう一回また落として、でベイトボールがちょっと過ぎて自分のルアーがねそのベイトの周りにもうないかなと思ったらゆっくりただ巻きして、ただ巻きでも十分こう泳いでくれるんでね、その時にバイトすることもあります。やっぱりベイトの中にねこの1個だけ違う動きが入って、なおかつそれがこう動き出した瞬間っていうのはやっぱり木肌も結構見てるんで、まあ本当にフォールも必要なんですけど、その後のこのただ巻きっていうところで誘うっていうのも一つの手だと思います。まあ、この 150S の方はですね、まあ多少大きさもあるんで、まあカタクチでもいいし、あとはまあサバでもいいし、あとはまあマイワシとかね、少しやっぱり大きさもしくは幅のあるベイトの時にやっぱりこのサイズ感を分けて使っていただければいいのかと思います。まあ、狙い方的には 130S と一緒です。まあ、そのナブラの中、ベイトボールの周りにキャストして沈めていって、ある程度沈めて、まあ、5秒ぐらい経って食わなければ少し上げて、で、まあ、そのまま食わないようだったら少し回収してまたもう一回そのナブラの周り、とにかくその、まあ、ベイトボールの周りに常にこのシンキングを沈めたり上げたりしながら狙っていく、で食わないと思ったら一回回収してもう一回打ち直すっていう狙い方をしていただければいいのかなと思います。これで食わない場合ですね、もっとベイトがちっちゃいと、木肌の場合意外とあります。もう5センチとかね7センチの、まあ、カタクチをしこたま食ってるとかっていうの結構あるんで、そんな時はね、このマンマサーディンですね、よりベイトが小さい場合ですね、マンマサーディン、90S ですね。まあ見た目のシルエットがね小さい、とにかく9センチと小さくて、なおかつこれ地組みのみたいにね、もう円筒も効いて沈めてもね結構泳いでくれるんですよ。でベイトボールの周りにやっぱりキャスティングしながらベイトボールのその下の方まで沈めていって、ある程度沈んだなと思ったらやっぱりこう上げてもらう、もうただ巻きで上げてもらうことによってひらひら泳いできます。まあ、それで狙えるのと、まあ沈みがねやっぱりもっと早い方がいい、もしくはもうちょっと遠投したいっていう場合には同じまんまサーディンの 90HS っていうのがあるんですよ。これもやっぱりね、重さ違いなんですけどやっぱり、飛距離が出て沈下速度が速いんで、沈下速度が速い時がいい場合もあればやっぱりゆっくり沈む時が食いがいい時もあります。まあこの2つをねやっぱりその状況に応じて使い分けていただくとよりベイトが小さい時にはやっぱりいいのかなと思います。タックルなんですが、まあ私がまあ木肌狙いの時に、まあ、一番メインで使うタックルですね、まずロッドがオシアプラッカーリミテッド S83H です。それに、つけるリールなんですが、ツインパワー SW14000XG、ラインがですね、これがグラップラー8、6号、
それにナイロンのナイロンリーダー120ポンドですね。まあこのねロットオシアプラッカーリミテッドの最大の特徴なんですけど、まず振り抜けが非常にいいです。とにかくシャープです。振った時のこのビヨーンとかねブルルーンっていうのがないんで、とにかくもうシャキッとしてるんで、思いっきりルアーを投げたい、あとは本当にねこうとにかくあのピンポイント狙ったところにスパッと落としたい方には非常におすすめのロットになってます。それと、振った感じはかなりシャキッとしてるんですよね。実際魚かけると結構グイッと曲がって、なおかつやっぱ復元力、魚を浮かせるだけのその要するにカーボンのねそのバットパワーっていうのが非常に出てくるんで、大型の魚をかけても結構ねあの楽なファイトはできると思います。寄せが早いっていうんですかね、あのゆっくりこうじわじわファイトするよりは勝負を一気にかけたい方なんかにもおすすめだと思います。まあ、特にやっぱりマグロのゲームに至ってはやっぱりその早く上げる、まあ早く上げるイコールの上手とかねうまいっていうわけではないんですけど、やっぱりバラシのリスクを減らすっていうことに対しては早めに上げた方が口切れとか、トラブルが非常に少なくなるんで、まあ、そういった時にね、このロットは非常にね、勝負を早めにつけられるんで、まあ、そういった狙い方をする方にもおすすめじゃないかと思います。これが大体まあ誘い出しでもナブラ打ちでもまあ木肌狙いに行くっていう時にはメインになる1本です。続いてですね、こちらですね、ロットがオシアプラッカーリミテッド S83MH、 リールがツインパー SW の 14000XG です。ラインが、グラップラー8の5号、リーダーがナイロンの100ポンドです。このロットはですね、まあシャキッとしててね結構飛距離も出るんですけど、全体的にちょっと柔らかいです。これから木肌ゲームを始めようとか、あと、まあ、ちょっと体力的に、ね、自信のない、まあ、例えば女性の、まあ、アングラの方とか、そういった方でも十分ね、飛距離も出せるし、かかった後もかなり楽な、ファイトができると思います。まあ、あのルアーのサイズもね、まあ、小さなの、まあ、14センチクラスのルアーから、まあ、大きなものでやっぱり22センチクラスのルアーも十分投げられるんで、まあ、あのやっぱりねその自分の、まあ、体力に合わせながら選んでいく、そういった時に、ちょっとまあ MH クラスに落としても十分、まあ、使えると思いますんで、まあ、そういった方には十分こちらのねロットをお勧めしたいと思います。それとですね、こちら、オシアプラッカーリミテッド、S83M、それにリールがツインパー SW の 8000HG、ラインがグラップラー8の、4号です。リーダーがナイロンの80ポンドなんですが、これはですねよりさらに小さなルアー、例えば14センチクラス16センチクラス、その辺のメインがあのルアーが結構メインになってくる場合と、あとはシンキングですよね。やっぱり風の抵抗とか潮の抵抗を受けにくいようにラインを少しでもやっぱ細くして、なおかつ遠投して狙う時に、このタイプのロット、まあ、83M ですね、柔らかいロットに、ギア紐を少し落として8000の、まあ、エッジタイプを、使うことが、まあ、結構ありますね。はい、それと、まあ、こちら、まあ、あの木肌といってもやっぱりその、まあ、メインで釣れるサイズが20キロからだいたい40キロぐらいまでが多いんですけど、時折ですねやっぱり木肌といっても、本当に60キロ、まあ、本当に80キロというあの特大級の木肌が、大きなベイトを追って、ね、出てくる時もあるんで、そんな時にねやっぱり頼りになるのはこちらです。ロットが、フレックスエナジー、オシアプラッカー BG の、まあ、83H ですね、リールがステラ SW の 18000HG、ラインがこれがグラップラー8の、8号です。でリーダーがナイロンの140ポンド、やっぱりねラインも太いですけどロットもね、結構粘り強い、かなりパワフルなロットで魚をねどん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 グイグイねリフトしてくれます。まあ、当然ルアーもやっぱり遠投性があってやっぱりかなり大きな木肌になるとかなり潜るんで、そのね木肌をやっぱり巻き上げるだけの、まあ、リールのトルク、それとやっぱりこのラインキャパですね、まあ、8号がやっぱり 300m 入るんでドラグをかなり絞って強引なファイトもやっぱりこの大きな、まあ、リールだったら十分可能です。その時その時によってねやっぱり木肌も水温によってやっぱり、だいぶ引きが変わってくるんですけど、やっぱりまあとてつもなくやっぱり引く木肌もいて、本当に食いがいい時はやっぱりある程度ね強引にできるタックルでやった方が、
まあ、バラシも意外と少ないし、体も楽だと思います。まあ、状況に応じながら、このタックルですね、まあ、当然その木肌の杭、追ってるベイト、いろいろ見ながら狙っていくと。まあ、常時大体持っていくのはこの4本が多いですかね。メインで使う 8.3H、まあ、あとはちょっとルアーを下げて、やっぱりその繊細狙っていくための、8.3 の MH で、シンキングペンシルとか、小型ルアーを駆使して狙うときには 8.3 の M、 それと本当にでっかい木肌がボンボン跳ねてて、これはでっかい絶対取るっていうときにはもう、フレックスエナジーの 8.3H、 それぞれにやっぱりリールの、まあ、大きさだったり、まあ、ギア比だったり、あとはラインの太さ、まあ、それとリーダーの太さですね、その辺も変わってくるんで、ルアーもね、交換しながら狙っていけば、結構ね、いい木肌取れるんじゃないかと思います。今紹介した、タックル、ルアーを駆使してですね、木肌キャスティングゲームをやってみましょう。結構やってますね。ほら、トビオがね、トビオ、ほら、トビオ追いかけてる。コトビだよ、コトビ。うわー、すごい、ほら、トビオあれ、群れ群れ。着水してワンアクションだね。飛び送ってるから、やっぱりその着水のそのボショっていうね、音がちょうど飛び尾が逃げて水中に入った時の音に似てるんですよね。いいね、光ってるね。おい、いや出ましたね、本ガツオ丸々して、すごいですね。6キロ以上あるのかな、かなり重いですよ。大判ガツオですね。やっぱり飛び送ってるんでね、着水が非常に大事ですね。そのポチャっていう水面をね、こう落ちる、飛び尾が逃げて水面に着水するような音を、キャスティングの時出して、でワンアクション目で、ヒットしてきました。いいカツオです、よく引きましたね。潮が動き出したらね、もっと木肌の活性も上がると思いますけどね。おっと、またカツオが、カツオの、おー、カツオの活性がすごすぎて、いい光してますね。これが釣りたての本ガツオの色ですね。いい引きしますよ、弾丸ですからね。もうこれ全部木肌だったら最高なんですけどね。お、後ろ跳ねた、でかい木肌。ほらほら、船長、後ろすごかったよ、今でかいのが、でかいしぶきが 3,4 発ドーンと出ましたよ。オシアプラッカーリミテッドです。 S83H ですね。リールがツインパー SW の 14000XG、 ラインがグラップラー8の6号で、リーダーが100ナイロン120ポンドです。それにルアーが別注平間さん 220F のフラッシュブースト、飛び用カラーです。
鳥が固まる前に跳ねるのが木肌ですね。結構固まっちゃうとカツオになっちゃうんですね。おお、あそこでかかった今の左前。おお、あれも木肌ですね。あれも木肌。だんだん木肌の、お、もう来た来た来た。よし、見えてますよ。おお、おお、乗らない。よし。ああ、だめ、跳ねた跳ねた跳ねた。おっしゃ、来た。おっしゃ。来たよ。キアだ。おっしゃ。いや、キアだ、キアだ、キアだ。はい。よし。一回ミスバイトでね、もう一回食い直してきたね。やっぱオシアプラッカーに見てるとね、飛距離だよね、飛距離。まあルアーをね、とにかく遠くに飛ばそうというね、この反発力すごい抜けがいいんでね、飛距離も出るし、あとは誘いもね、非常にしやすいです。風があっても波があってもね、ロッドがシャキッとしてるんで誘いやすい。それとこのリフト力、パワーあるよね。リールもすごいね、ツインパイサーよりね、滑らかです。とにかく滑らか。よっしゃ、いい出方したね。見えてきたよ。結構いいサイズですよ。お、ルアー飲んでます。いいサイズ、いいサイズ。40キロぐらいありそうですね。おい、出ましたね。今ちょうどね、目の前で飛び終わってね、キハダがボンボン飛んで後ろからバックリいってますね。いいサイズですね。かなりでかいですよ。ヒレも長いし、かっこいいキハダです。今釣れたキハダなんですけど、急にスイッチが入ってね、キハダね、水面で今まであまり跳ねなかったのが急にやっぱりこう跳ねるようになってきて、でちょうど船の目の前でね、一発出て、でやっぱりそういう時にはね、やっぱり飛ぶルアー、あとは飛ばせるロッド、とにかく振り抜けのいいロッドですね。オシアプラッカーリミテッド、S83H といって振り抜けもいいしね、とにかくやっぱりキャスティングするんだったら飛んだ方がいいです。特にキハダマグロ狙いだったら、まあ重めのね、別注ヒラマサ 220F フラッシュブースト、やっぱりこのルアーをそのキハダが跳ねた周辺に思いっきりフルキャストして、大体やっぱり 70m ぐらい飛んでるとは思うんですけど、その周辺をやっぱりアピールが必要なんですね。やっぱりこうナチュラルに行くっていうよりも、やっぱりこうまだ水面に飛びようがいるよっていうのをこうアピールしてあげて、バシャバシャバシャって言うとやっぱりキハダが発見してドカーンと出てくると。まあ、その時にもね、やっぱりロッドのやっぱりパワーだったり操作性っていうのはやっぱり重要になってきます。で当然リールも今回あのツインパワーの SW14000XG なんですけど、やっぱり船は風で流れてる、潮で流れてる、やっぱりルアーの方にどんどん船が近寄ってくるんで、ルアーを動かすためにやっぱりハイギア XG タイプですね、 XG タイプの、かなり早めのギア比がやっぱり必要になってきます。でルアーをこうアクションさせた時に一発目キハダ出たんですよ、ドガーンと。でもやっぱり乗ってないんですよ。で派手に出れば出るほど乗らないっていうのは結構キハダの場合多くて、で次に何をするかなんですね。で乗ってない場合にはやっぱりもう一回ジャークをしてストップ、止めるっていうのも必要なんですけど、今みたいに飛びを追ってる場合には止まる飛びをってあんまりないんですよ。やっぱ走って逃げてくるんで、でそれを演出するために巻くロッドで操作する、で水面の中にルアーが泳いでった時に後ろからキハダがドカンと食ってきたような感じでした。だからまあ実際ね、いろんなベイトのパターンあってやっぱり止めたり、動かしたりいろいろする時があるんですけど、今みたいに結構活性が高まっててもう逃げる飛び魚を追いまくってる時には出ても乗らないっていう時が結構多いんで、そういう時はね、やっぱり水中の中に一回ルアーを入れて、要するにもう逃げる飛び魚を今から飛び出すよっていう飛び魚を演出してあげると、やっぱりキハダもねさらに興奮して、でより深いバイトでドンと乗るような感じで、食ってくると思います。
まあいい感じのね、本当ね、典型的な木肌のパターン。まあ本当にチャンスは一瞬しかないんで、その一瞬にいかに正確にフルキャストして木肌まで届かせて誘うかっていうのは重要な、まあ一本だったと思います。おお、あちら早いね、移動が。おお、なんだ今の、食ったのに飛ばされた。ルアーを飛ばされた。カツオになっちゃったな。これはカツオが食べてね、ほらほらでかいの跳ねるんですよ。首振ってんね。やっぱ鳥山の下ね、ピンポイントでキャストしないと出てこないですね。やっぱ飛距離の出るルアーですね。今ヘッドディップのね 175F フラッシュブーストですけど、飛び用パターンでピンポイントでね、もうバッチリ。ナブラ打ちですね。飛び用パターンなんですけど、結構鳥が固まって鳥の下で飛び用を追ってね、カツオとキハダと混合のナブラでした。でキハダのナブラがねちょっと右側に移ったんで、それを先読みして、飛距離の出るねヘッドディップ 175F フラッシュブーストで、遠投して誘い出したら一発で出てきましたね。いいサイズのキハダですね。これも30キロぐらいありますね。なかなか難しいパターンでしたけどね、見事キャッチできました。今みたいにね、結構やっぱりこう鳥が集まって、周りでやっぱり跳ねるんですね、キハダがベイトを追って。ただやっぱりその跳ねてるところっていうのは本当ピンポイントなんですよ。意外とこう広範囲に跳ねるような感じでも、やっぱりその的確にその跳ねてる、例えばキハダが跳ねるのをある程度予測しながらそこにピンポイントで打ち込んでいく、そういうね結構繊細なところもあるんで、まあ、やっぱりこう飛距離の出るルアー、やっぱり振り抜けにロッド、やっぱりラインもねできるだけまあ太いよりは細く、飛距離が出るように、それで操作性のいいものを選んでいって、やっぱりそのピンポイントね、本当ね地合いって短いんですよ。そういう地合いをやっぱりこうピンポイントで攻略していけば、ああいうキハダがねこうキャッチすることができると思います。ぜひ皆さんもですね、キハダゲームを楽しんでいただければと思います。